2011年5月15日は風が強く風力発電で 23% を供給して火力・原子力を抜いて最大の供給源になったそうです。そして皆さんご覧ください。自然の織りなす神秘の現象がこのオーロラです。こちらはアイスランド北緯64度のオーロラです。そしてノルウェー北緯69度のオーロラ、さらにアラスカ北緯62度のオーロラなんです。こんな素敵なオーロラが私たちの暮らす北緯35度の中で見ることができるとしたらどうでしょう。はい、それは低緯度オーロラと呼ばれています。舞台はアメリカです。切り裂くように夜道を走る一台の車、降り立ったのは北緯35度43分。男の名はロス・エレット。午前1時彼が見た光景とは。全米で最も自然が美しいと謳われるアーカンソー州は別名ナチュラルステート。この地はかのダグラス・マッカーサーやビル・クリントン元大統領の生まれ故郷としても知られている。州の北西部スプリングデールという小さな町に彼は暮らしていた。壁には所狭しと写真が飾られている。もちろんオーロラの写真がほとんどだ。これはアラスカのフェアバンクスで撮ったオーロラさ。街の明かりが雲に反射してその上にオーロラが浮かび上がってとても綺麗だろ。確かに綺麗だが、私たちが見たいのはアラスカのオーロラではない。するとエレットは3冊のアルバムを取り出した。オーロラはアラスカだけじゃないよ。これはインディアナ州で撮った低緯度オーロラの写真さ。通常オーロラは北欧やアラスカなど北緯55度以上の高緯度地域に現れる。ところがアメリカでは北緯40度以下でも見ることができるのだ。すなわち低緯度オーロラ。なぜエレットはオーロラに興味を持ったのだろうか。僕は幼い頃から天気に興味があって、幼稚園の頃は朝の天気予報を見てからでないと家を出ようともしなかったんだ。特に雷が好きで、その動きや光に圧倒されたんだ。オーロラも同じで、幻想的な動き、そして何よりその神秘性に心を奪われたんだ。エレットは現在子供の頃の夢を叶え、地元テレビ局で気象予報士をしている。そもそもオーロラとは太陽から放出される高エネルギー粒子によって生まれる現象である。太陽の表面でフレアなどの大爆発が起きると、太陽風と呼ばれるプラズマ粒子が大量に放出。通常これらは地球の磁場に遮られるのだが、ごく一部が磁場を通過しプラズマシートと呼ばれる部分にとどまる。それが地球の磁極へと向かい、上空の酸素や窒素の原子と衝突して発色、我々の前にオーロラとなって現れるのだ。これは国際宇宙ステーションから撮影したオーロラの映像である。ではなぜアメリカではオーロラを低緯度でも見ることができるのか。それはオーロラが地図上の緯度ではなく地磁気の緯度に関係しているからなのだ。磁極は北極ではなく
グリーンランド北西部にあり、楕円形にアメリカ側に広がっている。そのため同じ北緯35度付近でも地磁気緯度に直すと、東京は28度、ロサンゼルスは39度となる。また同じアメリカでも東部に行けば行くほど地磁気緯度は高くなり、見えやすくなるという。彼の住むアーカンソーなどの低緯度地域では、オーロラは地平線上に湖上に見えるのが特徴だという。エレットは独自の方法でオーロラを追っている。その名もオーロラトラッカーと呼ばれる追跡サイト、なんと自ら立ち上げたものだ。これはオーロラオーバルといって、地球上のどこにオーロラが発生するか衛星データを元に表した地図なんだ。オレンジ色に光っている部分がオーロラが発生する場所で、ここに近いほど見える確率が高い。これは KP 指数といって、オーロラの規模を表してるんだ。0から9まであって、この数値が高ければ高いほど壮大なオーロラを見ることができる。この指数を見て、オーロラがいつどこに発生するかをチェックしているんだ。オーロラ観測で一番大切なのは、その夜が来るまで悠然と待つことだとエレットは言う。パパ、今度いつオーロラを撮りに行くの？今夜だよ。わお。とはいえ、その時間まではいつも通りに過ごす。エレットが撮影の準備に取り掛かる。熱いココアは欠かせない。いつもココアを持っていくんだ。体が温まるし元気が出るからね。カメラも入念にチェック。どんなレンズを使うのか聞いてみた。オーロラの撮影には広角で光の透過率の高いレンズがいいんだ。彼が使っているレンズは明るさ F 値が 1.8 のもの。オーロラの撮影には 2.0 以下が良いのだそうだ。カイロは自分用ではない、機材のために使う。午後9時、出発だ。こちらは昨年の10月24日にエレットが撮影した低緯度オーロラの写真だ。上空がかすかに赤い。ちなみにこの日はアーカンソー州はおろか、全米各地でオーロラを見ることができた。これは北緯39度、オハイオ州のオーロラ。続いてカンザス州、同じく北緯39度だ。移動すること1時間、エレットは町を離れ山道へと入った。どうやらここが今夜の撮影ポイントだ。オーロラは雲がかかっていては見ることができない。気象予報士の彼はその日最も雲の少ない場所を選んだ。撮影場所は北緯35度43分、東京でいうと上野動物園と同じ緯度だ。北の方角に明かりの少ない場所がいいんだ。果たして低緯度オーロラは本当に現れるのか。朝、北欧では建設機械が動き出しました。中国では大型コンバインが、海の中では網洗浄ロボットが働いています。南極で提供するのは、少しでもエネルギー効率を高める技術。
風力と太陽光と天然ガスで電気も作っています。港で働く大型船の大きなエンジンやワイン畑の小さな農業機械も活躍中。新しいものを少しずつ次々と。今この瞬間も世界のどこかでヤンマーは動いています。この星に愛されて生きること。アメリカアーカンソー州北緯35度43分、オーロラに魅せられた男エレットがセッティングを始めた。何か特殊な器具を取り付けている。これはレリーズといって夜の撮影などに使う機材さ。真っ暗な中で撮影するには露出を開放しなければならないけど、これを使えば直接シャッターを押さなくて済むからブレないんだ。午後10時撮影開始。オーロラがいつ光るかは予測不可能だから、常に空を観測しシャッターを押していく。肉眼では見えなくてもわずかな光のオーロラが映ることもあるからだ。オーロラ観測の必需品はただひたすらの忍耐と熱いココアだ。2時間が過ぎる。エレットがかじかむ手をさすっていたその時、かすかに空が赤い。これはオーロラなのか。一瞬赤く光った気がしたけど、オーロラじゃなかったね。時間だけが冷たく過ぎていく。低緯度オーロラは午前2時までが勝負だ。この日はどうやら空振りだ。それでもエレットは、オーロラはその時々で色も形も違い魅力的なんだ。撮影に行かないなんて考えられないよ。最後にもう一度、昨年10月の低緯度オーロラの映像をご覧いただこう。湖畔の上空、かすかに揺らめくオーロラ、徐々に明るさが増していく。まさに低緯度オーロラの決定的瞬間である。低緯度オーロラは日本でも稀に見ることができるという。いやー、北緯35度でオーロラを見ることができるってのはいささか驚きますけど。はい、日本におけるオーロラの観測は日本書紀にも記述されています。620年と言いますから、聖徳太子が活躍していた頃ですね。天に赤色の印が現れた。長さは1畳余り、雉の尾のようであったとあります。1200年代になると石器と呼ばれたようです。オーロラという言葉は明治になってからのようです。さて、今度はちょっとこの音楽を聴いていただきましょう。私の大好きなホテルカリフォルニアですけど、実はこの曲とですね、北緯35度に奇妙な関係があるというんですよ。それは一体どういうことなのか。舞台はもちろんカリフォルニアです。どうぞ。北緯35度の旅人関口智弘さんがアメリカに